カルマン&仲間ギョロのこれ知ってる。いやご無沙汰です。ご無沙汰です。いやいや、大塚さんとかちょっと最近あんまね、うん、ビルも違うんで働いてる、はいはいはい、全然見ないんですけども。そうだね、そういえばね。そうですね、なんか大塚さん顔腫れてません？というわけで、はい、今日のうん、紹介するアプリ、はい、目黒さん何でしょう？今日はね、あのね、うん、大塚さんの絶対喜ぶアプリなんですけど、うん、はい、ダビスタの、お、え、続編って言っていいですか？そうだね、続編ですよね、はい、ダービースタリオンマスターズ、ダビスタ来ましたね、来ましたよ。というわけで、真ん中にいらっしゃるのが、うん、ダービースタリオンマスターズのプランナー、ウバさんです。はい、ウバです、よろしくお願いします。ダビスタは相当好きっすよ。そうっすよね、ずっと言ってますよね。もう多分ほぼ前作やってきました。僕も96以来もう96以来一回来ないんですよ。さあ、というわけで、はい、早速新しいダビスタを、はいはいはい、見ていきたいと思うんですけども、はい、ゲーム中の BGM なんですが、はいはいはい、現在あの開発中ということもありましてですね、うん、はいはい、あの色々と調整をしておりますので、はい、現状はちょっと長かったりします。はいはいはい、はい、本番とはちょっと違うところですね、はいはい、本番では すごくいい BGM だなと、はい、はいはい、まずはなんかレースから見たい。そうですね、今回あのブリーダーズカップが、復活したということですね、はい、今回の旅スタの、まあ、ブリーダーズカップは醍醐味だなというところですね、うん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 、ダービースタリオンマスターズ も、はい、もうあの全国のダービースターマスターが集う、おブリーダーズカップで集うという意味で、うん、マスターズってつけてるぐらい。ああ、なるほど、だからあの育てた馬を戦えるカップですよね。そうなんですよ、ブリーダーズカップはこんな形でメニューに出てまして、はいはい、であのプレイヤー BC、 これを選んでいただくと2つモードがあるんですね。おで1人でレースとみんなでレース。おお、熱っ。これ今まであったやつが1人でレースっていうものなんですけども、はいはい、今回あのまあスマホでやるということで、はい、全国のユーザーとも戦えるようにみんなでレースというものがあります、今回一応あの1人でレースを開発したいなと、はいはいはい、であの最初はですね、実在するレースから条件を決めるのと、あともう自分で自由に、はい、レースを選択できるので、はいはい、まあ、まあ、分かんないなっていう人は最初こうやって自分を選ぶと分かりやすい。まあ、例えば、まあ、はいはい、そうですね、条件もあるので、はい、あのまあ、有馬記念選んで、はい、ああ有馬いいですね、走りましょうと、はいはいはい、でもうすでにあの2頭作ってあるんですよ。強そうな、はい、メグロ・マックイーンと、はい、カドマン・ブライアン、どっかで聞いたことある、ね、はい、これ登録しましてですね、はいはい、で登録完了と、はいはい、あ本当だ、入った、こう、自分の馬が登録すると、はいはい、自分の馬の血統表が見れるんですけども、はいはいはい、これがもうみんなでレースになるとここは全部あの、うん、プレイヤーになるので、はいはい、実はそのプレイヤーが例えば強そうなものがいるとしたら、はいはい、血統表パッと見て、はい、こんな感じなのかと、血統表から予想するというか、ここで例えば父と母誰なんだと、はいはい、いうのを見て、強い人の勉強するとか、はいはい、そうですね、はい、でまあパドックに行きます。今回あのもうダビスタであるパドックはこんな形になってまして、はいはい、で、一人一人、おお、来た来た来た、やばい、バタイシー、 3D、はいはい、であの解説者がまたおなじみのような状態を言ってくれるんですね。で出走表を見るとですね、こういった形で何番、はいはい、人気であるとか、はいはい、あの機種が誰がいるかとか、はいはい、こういった詳細が見れます。なんか出ちゃってますね、はい、人気が、はい、俺4番人気、僕3番ですから、うん、出ちゃってますね、まあ、見たい馬いると思うんですけど、はいはい、こういった形でポチッと押すと、もう、はいはい、おお、超、はい、なんかスマホに最適化されてますね、そうですね、もう快適な形にしたいなと、ますね、はい、でもそろそろ見たなと思ったら、はいはいはい、出走レースでと、はいはいはい、おー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 、なんかアニメーションだ。ここですね、いろんなレースがあるんですけど、はい、このレースって実際どういうところなのかっていうのをこう解説が入るんですね。なので例えば、まあ、有馬記念だったら、はいはい、内枠が有利ですよとか、はいはいはい、スタミナがありますよとこういうのを見て、はいはい、まあ、出走する馬を決めたりとか、はいはい、それ参考になってなればこれ勉強になる、すごいな、丁寧に作り込んでありますね、はい、で、自分の馬今三角、おお、結構臨場感ある。これちょっと臨場感もっと足したいなと思ったらこう消すこともできるんで、ああ、はいはいはい、勝負服覚えてるよっていう人はもうこれは多分いらないですよね。へえ、わすげえすげえ、今どっちですかこれ。これ7番が角のなんですか、角マンさんですかね、はいはいはい、そうですね、はい、あれあれやばい、どこでちょっと、いや目黒マックイーンは追い込み場だったから、あじゃあ後ろの方からいいですね、ここはじゃあ後ろポジション的には超いいじゃないですか、位置取り的にはいいですね、
溜めてる状態ですね足を、はいはいはい、おいいねいいね、これは今は、はい、お中盤ぐらいで来ましたね。そうですね、はい、これは位置は結構いいんじゃないですか。わいいっすね。ここわあ、うん、見てるだけでも本当の毛を見てみたい。本当の毛を見てるみたい。これちょっとドキドキするな、ね、本当に、うん。そろそろ最終コーナー。最終コーナー来ます？あ来ましたね。来ました。中山直線が短いですからね。はい、位置取りが重要ですね。あれ角番落馬しました。なんですもん。はいここで。お来た。来た。来い。来い。伸びないか。伸びないか。伸びないか。じゃあ来た来た来た。刺しましたね。すごい。ちょっとこれやりすぎたかもしれない。最終的なタイムとか人気とか、はいはいはい、まあ出て、例えば名村クレセント強かったな、はいはいはい、この人の情報を見に行ったりとか、はい、して楽しんでいただければなと思います。まあみんなで遊ぶときはですね、はい、例えば戦った後にこの今ちょっと出てますが、うん、ビギナークラスとか、はいはいはい、GP。とか BP あるんですけど、うん、こういうのがですね、称号として手に入ったりとか、はいはいはい、ポイントを貯めることで、報酬が得られたりとかするので、はいはいはい、まあ、ぜひぜひ皆さん戦ってみてください。おで以上になりますが、ここからですね、まあ、実際ダイマスってそもそもどういったゲームなの、はいはい、ダイマスはですね、繁殖牝馬真ん中にいる2頭ですね、はいはいはい、この繁殖牝馬に、種付けをするというので、うん、はいはい、競走馬を、誕生させるんですけども、はいはい、そのためにはですね、この種抽選をしてです、ね、種抽選、はい、これ種牡馬の権利を手に入れる抽選です、はい、なるほど。で1回抽選と10回抽選ってあります、はいはい、でまあ使用するときは馬蹄石っていう課金通貨が必要なんですが、まあそもそもそれないなっていう人は、はい、こういった形でダビフレ種抽選っていう、あ、はい、これはゲーム内通貨になるんですか、はい、これはダビフレの方で、はですね、ポイント結構ゲームやってるとたまるんですね、はいはい、なのでこれでまあ、心置きなく使っていただいて。大塚さん、いいね、種抽選すごい得意ですもんね。種といえば俺ぐらい。じゃあやってみましょうよ。やっちゃっていいですか。どうぞどうぞ。実在の種牡馬が出てくると出てきます。おお、じゃあ10回いきます。はい、さあ、おお、テレビ、かわいい、テレビ風なんですね。テレビ中継風にやってる。はい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 。おおおお、お、結果目、お、おおお、結果目、ハメハメ、星5出ましたね。星5、お、東海テレ、お、東海テレとか出てんじゃないですか。ああ、いい。それって、はい、最低星 3?4? あ、2とかもいますね。そうなんですね。めちゃくちゃ引き強くないですか。強いですね。めっちゃ引きいいんじゃないですか。4じゃん、4以上しかないじゃないですか。すごい。まあ、開発中です。これをどうするんですか。これはですね、実際もう種付けの権利を得たので、あ、そうですか、はい、これ牧場に戻っていただいて、はい、で繁殖牝馬の方に、はいはいはい、で種付けするとなると、はい、選べるんですね。本当だ、やっちゃっていいですか。はい、どうぞ。おお、やった昭和が、うん、東海帝王です、はい、ここで一覧の方でですね、よくできた配合とか、あ、面白い配合とかある、はい、これ成立した配合理論がここでもう分かってしまうんですね。なるほど、あ、これ便利だな、はい、これ初心者に優しいですね、うん、で例えばその種牡馬の成長の度合いとか、はいはいはい、あと実績とかダートとか何がいいのかっていうところもこの一覧で見れるので、はいはい、非凡な才能を持つ種牡馬がいます。この才能を持っている種牡馬をつけると、はいはい、子供がその才能を引き継ぐかもしれないと。なるほど。それはあれですか、同じモーリスでも違う、はい、そうですね、ついてたりついてなかったりする、はい、持ってるものが手に入れるんだ。へえ、まあ、赤い文字で今、はいはい、ノーザンダンサーっていうのがそこで、はいはい、今少し光ってますね、はいはい、これよくできた配合で今成立している、はいはい、クロス効果なんですね、はいはい、でこの底力を子が引き継ぐという現れなんですね、はいはい、確定ってことですね、はい、なのでこの赤い部分で引き継いでいるものが多いほど良い馬が生まれるので、そこを選んでくださいと。うわ、深いな。この相当の方でですね、まずは最初に配合理論の成立の理論順っていうのがあるんですけど、はい、こちらを見るともう上に、おお、完璧な配合が成立しているのがいましたね。完璧な配合、まさにムジャーニー、はいはい、これはちょっと期待できるんじゃないでしょうか。これ配合しちゃいます。あ、しましょうしましょう、はい、完璧ですか、はい、星4ですよ。いやでもこれやっぱりそのレア度よりもこの配合理論が成立してる方が強いものが生まれる可能性が高い、はい、そうですね、はい、なのでレア度が低くても成立していればもちろんいい馬が生まれる可能性がある、はいはい、配合する、
っとここで注意文が出てますね。繁殖牝馬の年がですね今13歳だ。おお、これ6歳とか7歳とかだったら出るわけなんですけど、12歳13歳ぐらいまで来ると、はい、この不受胎する可能性があるんです。ああ、これでドリームジャーニーここで使っちゃうと、はい、次の年っていうか、あの、ま、いなくなっちゃうんですか。権利が一つ失われます。今ここの権利数が2って書いてある。あ、本当だ、なるほど。種付け権は権利なので、はい、他の種付け権と交換することもできるんですね。ああ、なんか交換するってありましたよね、はい、これ、あの、ここの今ボタン交換、はい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 、でドリームジャーニーが欲しいなと思ったら、はいはい、まあ、例えばハーツクライとか、はいはい、金亀をこう交換して、はい、なるほどね。やってみますか、はい、せっかくなんで、はい、ちょっとね、無知打って頑張ってもらう。はい、ここで頑張って。これまだ分かんないですね。これ6月になると分かります。なるほど、はい、おお、もう一個言いますね。もう一個言いますね。あ、これはそこそこ若い。はいはいはい、これも9歳なんで、はい、まあ大丈夫かなと。おお、6月まで進めるといいんですけど、はい、ここであの日付進行が今5月と1週ってあるんですけど、はいはいはい、はい、あの1週の方をタップすると1週ずつ進むんですが、はい、だこれ5月をタップすると1ヶ月いきます。そうやってみますか。はい、この中で今ちょっと競走馬の中で今、はい、メドローマックお任せしてる人がいて、はいはいはい、今勝手に競争です、はい、ですね、はい、まあ、あの、はい、見なくていい時はこのタブを、はい、これ、見る見ないなので、見ないと状態すると飛ばせると、これやると飛ばせます。はい、飛ばせます、結果だ、はい、今何着だったか、この目標達成っていうのがあるんですけど、はい、ここですね、あの、はい、今回旅マスでですね、あのシナリオというのが入ってまして、はい、あのキャラクターデザイナーの小崎祐介さんを起用してまして。そうなんですね、はい、小崎さんなんですね。はい、そうなんです。あ、そうなんですか。俺の飲み友達の、はい、で、あのシナリオに沿ってですね、あの、はい、こういった形で目標を設定されて、はいはい、でそれをクリアしていくことで、うん、進むというように、はいはい、あの初心者が入ってもこれを進めていくことで競馬が分かるみたいな感じになります。さあ、じゃあ6月に受胎したかどうか。6月にしますね。はい、はい、見てみましょう。あー、うわー、でも1頭は行ったんじゃないですか。そうですね、ちょっと見てみましょう。これどっちだ。こっち。あ、おお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 かわいい。血統もよくできてるし、元気に走ってくれるといいね。やった。でここでですね、名前が決められるんですが、はい、あの冠名で今ドリコムと入っているんですが、ここで自由に決めてですね、保存しておくといつでも付けられる。名前を決めるのは面倒くさいなと思ったら、はい、この場面シャッフルを押せば勝手に変わります。やってみますか、はい、デビル。じゃあこれで。あ、ちっこい、ちっちゃ、はい、あ、ちっちゃい、ちっちゃい。で、あの名前変えたければ、あの、はい、入球する前だっていつでも命名ですけど、そうなんです。話題解析というのがあるんですが、はい、この話題解析センターというのが今回初めて出てきた機能です、はいはい、でこの話題解析センターというのは、あの入球する前の馬であれば、うんうんうん、その子の将来が見えたり、で入球後であればその時の状態が見れるんですね、うん、便利だな、はい、これを見てですね、この生まれた馬はどんだけいけるかなっていうのを予想できると、うんはい、じゃあ台風君見てみますか。おー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 、これ緊張するな今。お尻に、ね、ここで万能型の馬、はい、成長すれば重賞もいけるかなという。あー、ね、でも G1 までは難しい、はい、そこまで分かっちゃうんですか。 G1 まで難しいって。そうですね、ここで G2G3、はい、あの馬の特徴ってあるんですが、はいはい、ここで虚弱体質で来てるんですが、そうですね、霧島厩舎なら弱い馬も大丈夫でしょうと。でここであのお任せする厩舎をですね、ここでおすすめしてくれるんですね。なるほど。うわ、これまた初心者の方に優しい。例えば短距離の馬なのに長距離が好きな厩舎につけるともう終わりなんですね。あ、なるほど、はい、入球前と入球後あるんですけども、はいはい、才能というボタンがあるんですが、ありますね、はい、ここできると今何もないんですけども、はい、先ほどあの非凡な才能で志望をつけて、はい、でもし子供にそれが引き継がれると、はいはい、ここに出てくるんですね。そうなんですね。非凡な才能は親から受け継ぐものの一つなんですが、はいはい、この下の方には才能というものが、これがですね、あの特別調教師というのが今回いまして、はい、その方に教えてもらうと覚えることができると。で実際にちょっと調教して、はい、うん、そうですね、なんかこの上にあるバリスト、はい、所有バリストっていうのがありまして、でここで未入級の馬、はいはい、この中で入級かと、本当だ、はいはいはい、入れます。パズル、本当だ、じゃあこれを入級、はい、
これ右ですね、はい、じゃこのままで、ここで今調教師たちが、はいはい、あここで、はい、ここで誰に預けるのか、先ほどお勧めしてくれた人とかいますが、はいはい、こういう形でですね、調教師さんがどういうキャラクターなのかっていうのを教えてくれるんですね、特性もわかるんだ、はい、例えばこの方ですとグレードの高いレースには出走しない現実はこれちょっと残念ですね、G1 とか狙わないかもしれないですけど、はいはい、重賞とかそのオープンとか、はい、そういった部分だったら狙って出して勝ってくる、ああじゃあさっきの子良かったんですね、そうですね、ああすごい特徴あるんですね、はい、スピード重視、これ6個だけですよね、これ今そうですね、あの今いるのは6人だけですが、ここであの、はい、隣に達人厩舎という、おお、はい、これ近日公開予定なんですが、もしかしたら、はい、昔のダビスタに出た厩舎の人がいるかもしれない、はい、あこの風間厩舎に預けてます、はいはい、もうお任せだから時間進めればちょっと勝手にやってくれます、ああ、はいはい、いいっすね、ちょっと進めてみますか、プレッシャー G ガッツ本当調教してるんですか、見てみてください厩舎に行くと、はい、これ今お任せ調教で今チェックが2つ入ってるんですが、はい、ここがもう調教したよっていう、あ大きくなってるわけですね、どんどんでもちょっとですね、うん、体重がちょっと危ない、うん、重いですね、440、そうですね、いや全然あれじゃないですか、はい、ちょっとね大柄な子かもしれない、はい、ここで今調教師さんが勝手に来ました、デビュー戦、デビュー戦見ましょうか、はい、パドック、はい、パドックですね、出走表からこういった形で4番に、お4番に、ここじゃないですか、この丸ってついてるところがですね、あのスピードの予想なんですね、うんうん、はいはいはい、でスタミナ、勝負根性、うん、気象と人気になります、うん、あここ馬なりという書いてあるところありますね、はい、ここを押すですね、はい、基本指示があって、なるほど、例えばスピードタイプだったら逃げがいいなとか、はいはいはい、スタミナタイプだったら追い込みがいいのかなとか、なるほどなるほど、はい、これ逃げでやってみますか、はい、あとはもうレースに行くと、じゃあレースへ、はい、雨ですよ、いやいや、もうこれ本来だったらファンファーレとか入ってるわけですよね、入ってます、はい、さあ雨です、雨、雨な、揃ったスタートだけど、もう馬場が悪いとちょっと荒れますからね、そうですね、このとちょっともうダメなんじゃない？まだ全然わかんない。もう埋もれてる感じですけど。やばい、逃げの指示をしたのに。足が逃げるまであそこは無理じゃないですか？動画前がもう完全詰まってる。これスタートが悪かったんですね。ですね。あ、大外回ってる。あ、これきついかも。これ囲まれてますね、これ。やばい。いや、どう考えた？外に、外に来ましたね。クンの、クンの、クンの、フレームアウトです。フレームアウト。そうですね、4着5着ぐらいですか、惜しかったですね、いや惜しかったですよ、ここでですね、あの調教師さんが、はい、あのなかなか思うようにいきません、はいはい、相手は上手でしたと、おちょっとあのチャンスはあるかもしれないので巻き足を入れてですね、うん、というようなコメントをしてくれます、はいはいはい、まあ、こういった形で競走馬を育てていくという形になります、はいはい、まあ、ここのレース記録で、はいはい、ああこういうのあった、あったあった、まあこういう頭皮もすでに取ったから、はいはいはい、飾られるので、はいはい、ぜひコンプリートを目指していただきたい、はいはい、うわモチベーションになるんですよね、はい、ダービースタリオンマスターズ、うん、ダビマス、はい、現在事前登録受付中となっております、お、はい、事前登録すると、うん、日本ピロウィナーがもらえるんですね、日本ピロウィナーいいですね、はい、短距離馬のあれですね、うそうですね、はい、皆さん楽しみに待ちましょう、はい、事前登録してね、はい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 、というわけで、うん、じゃあ次回のこの知ったるメリーロー、よく笑ってもらえます、ありがとうございます、まだいけるんじゃない